ボンジュー皆様こんにちは、ブラマニのガクです。今日はこの子、この子。6月にトップショップで発売されたネオブライスマーメイドタシャさんの開封レビュー第2弾行わせていただきたいと思います。この子はですね、顔型が新しい顔型ラディエンスリニューということで、若干目線がずれていたのでね、目線修正をした後にですね、同時に髪の毛をきれいにシャンプーしてあげて開封レビュー第2弾行わせていただいております。今回のこのマーメイドタシャさんなのですが、このようにですね、アウトフィット、シンプルな、アウトフィットとですね、ワンピース夏色のですね、またこのようにですね、人魚がモチーフということで、人魚のね、尾びれとですね、水着の豪華な2点アウトフィットの2点セットになっておりますね。はい、それでは早速開封レビュー行ってみたいと思います。はい、それではですね、早速彼女の髪の色から見ていきたいと思います。髪色はですね、このように落ち着いたナチュラルな金髪でですね、キラキラ光って綺麗ですね。またですね、髪型なのですが、サイドパートですね、サイドパートに分けたロングヘアのですね、裾にふわゆるパーマがかかった綺麗なね、ちょっとお上品な感じのお姫様系の髪型ですね。本当に綺麗ですね。まあ、今回この子はね、開封レビュー第2弾ということで、僕がね、シャンプーしてですね、軽く櫛で絡まっていた髪をほどいてですね、ふわゆるパーマかけ直した子なのでね、デフォの子はとはちょっと若干違うんですけど、このような感じですね。僕もそんなにね、強めのパーマはかけなかったのでね、はい、このような感じです。はい、次にですね、メイクとまつげの方を見ていきたいと思います。アイシャドウはブラウンですね。ブラウンのアイシャドウにまつげがこのように見えますでしょうかね。デフォルトの形のスペシャル仕様のブラウンのまつげですね。普通はね、ブラックのまつげなんですけどね、今回はスペシャル仕様ということでブラウンのまつげになっております。すごく綺麗ですね。ブラウンのアイシャドウと相性がいいですね。またですね、見えますでしょうか、チークはね、このようにサーモンピンクですね。またですね、リップがスペシャル仕様でですね、サーモンピンクのリップなんですけど、ちょっとパール入りのキラキラ光ったね、パール入りのサーモンピンクのリップになってますね。見えますかね、キラキラ光ってるんですけどね。またですね、この子の顔型はですね、新しい顔型、ラディエンスリニューの顔型で、肌色はですね、スノーですね、スノー、色白肌ですね、白い色白、比較的ね、他のナチュラルの子よりも色白のスノーになっておりますね。人魚姫ということでね、やはり色白っ子ですね。すごい綺麗ですね、透明感があって。はい、それでは早速アイカラーの方を見ていきたいと思います。アイカラーはですね、こちら正面がですね、スペシャルカラーのブルーグリーンですね。箱入り状態もこのお色でしたね。海のね、浅瀬色のような本当にね、綺麗なエメラルドグリーンになってますね。光も入りやすいですしね。次がですね、右目、デフォルトのブルーですね。本当にね、安定の可愛さのデフォルトのブルーですね。本当にやっぱりブルーが一番僕好きですね、デブライスさんの中ではね。やっぱり写真写りもいいですしね、表情豊かですしね、はい。で、次がもう一方の正面ですね、ライトパープル、見えますかね、ライトパープルのお色ですね。ライトパープルのお色ね、彼女のイヤリングですとかね、このアウトフィット、紫色のね、オーガンジーのアウトフィットによく似合ってますね。
こちらもね上品ですしね、このライトパープルあまりねブライスさんは、ね、見ない色なのでね、すごく珍しいですね。次がこちらですね、左目がデフォルトのグリーンですね。まあこちらもね本当にデフォルトの色なのでね、ピンクとオレンジとブルーに並ぶデフォルトのグリーンなのでね、本当に安定した可愛さでいいんではないでしょうかね。どの色も本当にね彼女によく似合ってますね。ピンクとかねオレンジね、ブライスさんによってはちょっと抵抗があったりですね、似合わなかったりする場合があるんですけど、今回のこのマーメイドタシャさんのお色はどのお色もすごく似合ってて、個人的にはどのお色も全く問題ないですね。はい、それではですね、それぞれの付属品見ていきたいと思います。こちら見えますでしょうか、コーム付きのねヘアアクセサリーですね。コーム付きのヘアアクセサリー、パールとですね人手がモチーフになってまして、このようにキラキラ光るね人手、ちょっとブルーがかった人手とピンクがかった人手にですねパールのビーズがアクセントについてますね。すごく豪華な作りでですね、しっかりとしてますね。糸でちゃんとビーズが結ばれているのでね、壊れないと思いますしね。はい、またこちら見えますでしょうか、白い貝殻をモチーフとした、繊細な作りのねイヤリングもついてますね。このようにビーズもしっかり、真珠のちっちゃなビーズも真珠のちっちゃなビーズもついてすごく綺麗ですね。はい、次にですね見えますでしょうか、彼女のね1枚目の付属のアウトフィットワンピースから見ていきたいと思います。紫とねブルーの生地にですね、白い、真珠とですね人手がプリントされたすごく繊細な作りのねアウトフィットになっております。またねこちらのワンピースなんですけど、2枚のハンカチをつなぎ合わせたようなハンカチーフヘームラインというのがですね売りだそうなんですけどね、僕ちょっと知らなかったんですけどね、ハンカチーフヘームラインという本当に変わった形のスカートのラインですね。またその裾の部分にこのようにね透明なビーズがついてですね、すごく豪華な作りですね。またですねこのようにね腰元にはねピンクいリボンにですね白いスパンコールとビーズがついてますね。また見えますかね、この彼女の肩紐ですね、このようにピンクのビーズの肩紐で本当に凝った作りになっててね、豪華な感じですね。まあ夏なのでね、素材はねオーガンジーの薄い軽やかな素材なんですけどね、全然安っぽくないのでね、好印象ですね。はい、最後にですねパールホワイトのパンプス見えますでしょうか。このようにね彼女のアウトフィットとはよく似合ってるんですけど、俗に言うねグミ靴と言われるような感じで、本当にねグニャグニャして柔らかい靴なのでね、本当に履かせやすいんですけど、自立するときにねちょっと柔らかすぎて自立しにくいのが難点なんですけどね、まあ彼女のアウトフィットとのコーディネートにはよく合ってるので、まあいいかなっていう感じでしょうかね。はい、それではですね、先ほどのアウトフィットワンピースとですね付属の、人魚の尻尾の間の中間形態みたいな感じでしょうかね、そのですねビキニですね、水着スタイルのご紹介させていただきたいと思います。ピンクのサテンにですね白いギャザーのよったオーガンジーが施されているトップスにですね、このようにたくさんのですねきらびやかなスパンコールに、こちら見えますでしょうかね、胸元にはパールの、ビーズが施されておりますね。またねこの彼女肩紐、首の後ろで結ぶタイプのオーガンジーの肩紐に、こちらにもね最後にスパンコールがついてて、本当にね繊細な作りの、丁寧な作りの綺麗なトップスになってますね。またボトムの方見えますでしょうかね、ボトムの方はですねブルーの生地にですね、これまた薄いブルーとピンクのオーガンジーのフリルが寄せられておりまして、アクセントにねピンクのちっちゃなリボンがついててすごく可愛いですね。本当によく似合ってますね。さすが人魚さんということで、水着姿も様になる珍しいブライスさんですね。
まあ、水着ね、本当にね、珍しいですよね。水着がね、ブライスのアートフィットに作ってあんまりないのでね、本当に珍しいので、好印象ですね。はい、それではマーメイドタシャさん、人魚の時のですね、アウトフィットのご紹介させていただきたいと思います。まずはじめにですね、目につくのがこちら、ピンクのティアラですね。こちらのティアラね、いつもの、あのブライスさんたちですね、ミッドナイトスペルさんですとか、最近ではセイデイピタスさんなんかにね、ついてたあのプラスチックのティアラと同じ型のティアラになりますね。またですね、人魚の時、先ほどもねご紹介したんですけど、貝殻のイヤリングですね、白い貝殻のイヤリングがついております。次にですね、トップス、次にトップスの紹介ですね。こちらですね、あの先ほど の, あの水着バージョンの時のトップスと同じようにですね、オーガンジーのギャザーとフリルがついたビキニのトップスに、こちらですね、人魚の下半身なんですけど、人魚の尻尾がついております。見えますでしょうかね。水色のオーガンジー、ピンクのオーガンジーが本当に軽やかでね、あの本当に人魚っぽいお魚のね、尻尾のような本当に素敵な、アウトフィットですね。またですね、このアウトフィット、尻尾の部分ですね、ピンクと紫とブルーの鱗がプリントされておりまして、このようにね、ちょっとアクセントに七色に光るスパンコールが前面とですね、後ろの方にもちゃんとついておりますね。また腰元にはですね、ちょっとしたアクセントとしてビーズチェーンがあしらわれております。本当に夏らしい軽やかなね、涼しげなアウトフィットでね、タシャさんすごく似合ってますね。このね、タシャさんなんですけどね、僕個人の感想ですね、あの開封してからまあ数日経つんですけどね、僕個人の開封した後の感想としては、髪質思った以上にいいですね。しっかりとしたサランで、見えますかね、そんなに細くないですね。あとしっかりとしたキラキラとしたね、金髪で本当にね、綺麗なナチュラルビューティーですね。またね、やはり人魚姫ということで肌色も、素の色白肌ですね。なので本当にあの人魚姫のイメージにもぴったりですし、ちょっとね、繊細で儚げなね、あのミッドナイトスペルさんにも通じる部分があるんじゃないかなとちょっと思ってますね。また彼女ね、やっぱりラディエンスリニューということで、目線の修正が若干必要なんですけどね、このように目線の修正した後はですね、あの本当にすごく素敵なね、ちょっとセクシーな表情もねしたりね、大人っぽかったりするので、本当にね、あの美人なブライスさんですね。アウトフィットもね、やはり夏ということで薄手のねアウトフィットなんですけど、決して安っぽくはないですね。本当に手が込んだ、作り手さんのね、なんていうんですかね、思いが詰まった、本当にそんなね、本当にポジティブな印象を受けるアウトフィットで、やはりさすがね、トップショップさん限定さんだけあって、本当にね、タカラトミーさんですとかね、CWC さんのね、思いがいっぱい詰まった素敵な子ですね。まあその代わりね、トップショップさん限定で久しぶりのね、ナチュラルブロンド、本当に綺麗なね、ブロンドっ子ということでね、お迎え激戦だったようなんですけどね、本当に今ではね、今からね、ちょっとお迎えするのはちょっと難しいかもしれないんですけどね、まあ本当にネットショップとかね、オークションでしか手に入らないかもしれないんですけど、もしね、興味がある方がいらっしゃいましたらね、お迎えされたらいいんではないかなと思いますね。本当にこの例えばね、後ろに並んでるね子たちね、ちょっと薄いベージュだったり、ブラウンのね、ちょっと濃いブラウンだったりして、こういったね、無難なね、ブラウンの髪色の子は結構出るんですけど、このタシャさんのようなね、本当にキラキラ光るね、ナチュラルブロンドの子ってあんまりね、見かけないのでね、やっぱり珍しいかなと思いますね。あとね、この子の髪型なんですけど、サイドパートですね、サイドパートということで、ちょっとね、前髪がダランと下がってきちゃってね、初心者の方にはちょっと扱いにくい髪型の子なのでね、その点ね、どうかなとは思うんですけど、もしね、この子お迎えがちょっと難しかったらですね、やはり僕的にはね、一つ前のシーキングアペレスさんはですね、センターパートなので、初心者の方にも比較的ヘアアレンジね、扱いやすい、本当に
なんていうんですかね、無難なこう扱いやすい髪型です。やはりね、サイドパートよりもセンターパートの子の方がね、初心者の方にはヘアアレンジしやすいですし、扱いやすいのでね、やっぱりシーキングアペレスさんはやっぱりおすすめですね。まあそれはね、まあ、この金髪ですとかね、やっぱり人形モチーフでね、お迎えを比べるのはちょっとね、一概にね難しいんですけどね、やはり全体的に言えることは、センターパートの子よりもサイドパートの子の方がやっぱりヘアアレンジしにくいですし、初心者の方にはやっぱり扱いにくいかもしれないですね。はい、それではですね、マーメイド他社さん、いつもですとねこの後お着替えさせるんですけど、今回他社さんね、たくさんアウトフィット、人魚のアウトフィット、水着のアウトフィット、あとこの普通のドレスのアウトフィットとね、いろいろついていたので、お着替えは今回しない方向で、それとは別にね、今回最近出たブライスさんたちと一緒に肌色の比較やっていきたいと思います。見えますでしょうかね、この他社さん、素の白肌という一番白いブライスの中でもね、一番白い白肌スノーですね。その次ゲルダエタニティさんですね。今年の冬に出たゲルダエタニティさんはですね、クリーム色白肌というね、白肌よりも若干薄い感じの白肌ですね。でその隣のシーキングさんとジリアンズさんがフェアナチュラルという顔色になります。このね、フェアの他にもですね、その後にレギュラーとラテとモカですね、色黒肌ですね、モカとラテ、あとレギュラー、フェアですね、が続きます。はい、でこのね、クリームとスノーの違いなんですけど、見えますかね、パッと見なんですけど、なんか情報では他社さんの方が白いんですけど、こうパッと見比べるとですね、なんかゲルダさんの方が白い感じが、メイクのせいでしょうかね、なんかゲルダさんの方が白い感じがするんですけどね。でも実際にはゲルダさんはクリーム色白肌で、他社さんの方がスノーで白肌ということなのでね、まあメイクのせいかも、あとメイクのせいというか髪色のせいもあるかもしれないんですけどね、こう比べてみるとゲルダさんの方が白いかなぁと思ってしまいますし、このようにね、この間出たジリアンズさんと、あとこのシーキングさんですね、比べてみるとやっぱり他社さんのね、顔色の白さ目立ちますよね。シーキングさんはフェア、ジリアンズさんもフェア、ナチュラルの肌色ですね。この2人をね比べてみるとやっぱり他社さん白いかなっていう感じですね。はい、では最後にですね、歴代の金髪っ子たちちょっと比べてみました。こちらがね、一番古い2008年に発売されたマトリューシカメイデン、顔の、フェイスタイプはラディエンスですね。またこちらですね、一番端っこタルト&ティーさんは2010年に発売された、これまたね、ラディエンスの子ですね。で今回このマーメイド他社さんですね、ラディエンスリニュー2018年発売ということでね、マトリフシカさんと他社さんでね10年の開きがありますし、タルト T さんと他社さんではね8年の開きがあるんですけどね、見てわかりますかね。それぞれね、ナチュラルな金髪っ子ということでね、比較の対象として出してみました。でまずですね、顔色ですね、こちらマトリューシカメイデンさんの顔色は白肌ですね。で髪色がブロンドですね。でまたタルト&ティーさんの肌はですね、ナチュラルですね、今でいうフェアですね、フェアになります。で他社さんが素の白肌ですね。なので他社さんとマトリューシカメイデンさんの肌色は白肌ということで一緒なんですけど、見えますかね、こう見ると、メイデンさんの方が白いですね、本当に白い。で他社さんの方がもうちょっと健康的な白さですね、健康的な白さで、メイデンさんはちょっとなんていうんですかね、本当にもっと白いですね。さすがロシア子、ロシア子というかね、ロシア人設定の子なのでね、やっぱりね本当に色が白いですね。はい、で髪色はですね、どちらもね金髪なんですけど、やっぱりね見えますかね、ちょっと髪質としては他社さんの方がすごくいいですね。メイデンさんの髪質も本当にねバサバサですし、パサパサで髪の量も少ないですし、
本当にパサパサのサランはちょっと質の悪いサランで、それに比べて他社さんは本当にツヤツヤとしたね、本当に質のいいサランになってますね。見えますかね。はい、こんな感じですね。はい、それではね、次にタルト&ティーさんと他社さんですね。2010年発売のナチュラルフェアの肌色のブロンドの子と、2018年に発売された他社さんですね。他社さんは素の白肌なのでね、見てわかるようにね、やっぱりタルト&ティーさんの方がナチュラルな普通のね、健康的な肌色、やっぱり他社さんの方が色白で綺麗ですね。またね、ラディエンスね、8年前のラディエンスということで、ちょっと顔が硬いかな、表情が硬いですね。それに比べてラディエンスリニュー、表情本当にナチュラルでね、まあ僕が目線直ししたせいもあるとは思うんですけどね、それに比べてもやっぱりラディエンスリニュー本当に艶やかな表情で、表情豊かと言いますかね、本当に可愛いですね、やっぱりラディエンスリニューね。で、髪色なんですけどね、同じブロンド金髪っ子なんですけど、若干やっぱり違いますね。タルト&ティーさんの方が黄色みを帯びたブロンドで、他社さんの方がもうちょっとなんていうんですかね、白いブロンドですね。こちらがハニーブロンド、こちらが普通のブロンドって感じでしょうかね。で、髪質なんですけど同じぐらいいいですね。その代わりタルト&ティーさんはね、本当に髪の量も多いですし、艶やかなストレートですね。ストレートでパーマかかってないんですね。で、他社さんは同じ、やっぱ質的には同じような感じですね。すごくいいですね、こう見ると他社さんの髪、はい、艶やかでキラキラしてますしね。はい、それではね、マーメイド他社さんと他の子たちの比較動画いかがだったでしょうか。本当にね、こう比較してみると他社さんの美しさが際立つようなちょっと感じがして、ちょっと僕もびっくりしてるんですけどね。僕的にはね、タルト&ティーさんとかね、マトリューシカメーデンさん美しいなと思ってたんですけど、こう比べてみるとですね、やはりラディエンスリニューの他社さんの美しさがひときわ輝いてるような感じがするんですけどね。もちろんね、一つ前の僕が開封したシーキングさんもね、ナチュラルビューティーですごく美しいなと僕は思ってたんですね。こう比べてみてもですね、ラディエンスプラスのシーキングさんとですね、ラディエンスリニューの他社さんですね、本当にこの子たちね、1ヶ月の差なんですけど、本当に綺麗な子ですね。比べてみると表情も豊かですし、なんかこうちょっと本当に見直したというかですね、最近のブライスさんのメイクお手もやんだなとか、ちょっと濃すぎるなと思ってたんですけど、こう比べてみるとですね、悪くないんではないかなと思うんですよね。特に他社さんの本当にナチュラルビューティーっていうんですかね、自然な表情を、まあ多分ね、スペシャル仕様のまつげ、ブラウンのまつげのせいもあるんでしょうけどね、本当に美しいドールだなと、今回こういったね、比較動画作ってみて再確認させられましたね。他社さん本当に美しい子ですね。本当に負けてないですね。他の初期のラディエンスにも負けないぐらい美しい子ではないかなとちょっと思いました。はい、それではですね、今回のブラマニ YouTube、マーメイド他社さんの開封レビュー第2弾いかがだったでしょうか。もしね、少しでもいいなと思ってくださいましたら、グッドボタンですとかね、動画のコメント欄にご意見ご感想いただけると動画制作の励みになりますしね、もしよろしければね、ブラマニ YouTube チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、何卒ブラマニ YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。オーバーボワー、オーバーボワー、オーバーボワー。